三宅島は伊豆諸島の島。雄山を中心としてしばしば激しく噴火をすることで知られ、火山噴火予知連絡会によって火山防災のために監視、観測体制の充実等の必要がある火山に選定されている。また、日本の気象庁によって火山活動度ランク A の活火山、常時観測対象火山に指定されている。島の全域が富士箱根伊豆国立公園となっており、行政区画は島全体が東京都三宅村に属する。東側の海上から見た三宅島。2008年東京都の本州東側地域から南海上 175km、伊豆大島の南 57km に位置する。直径 8km のほぼ円形をした島。伊豆小笠原海嶺の上にあり、第4期更新世の後期になってこの付近の海底で噴火が始まり、島が形成されたと考えられている。島は、雄山を最高峰とする水深300から400メートルの海底からそびえる一つの火山帯で、玄武岩質の成層火山である。頂上部に直径約 3.5km の桑木平カルデラと、その内側に3000年前の八丁氷噴火の際に、直径約 1.6km の八丁氷カルデラが形成された。雄山はその中央下降級であったが、2000年の噴火によって新たに直径約 1.6km のカルデラが形成され八丁氷カルデラは消滅している。玄武岩質マグマ起源の溶岩は粘性が低いため溶岩流となり過去何度か隆起している。1983年には溶岩流が阿古地区の集落の約7割を消失させた。このほか山腹には割れ目噴火も発生しており、線状に並ぶスコリア球や海岸付近ではマグマが海水と接して発生するマグマ水蒸気爆発による爆裂下降地形がいくつも見られる。王子池がある五味尾、新三尾池跡、三宅高校のある八十館などもマールの例である。新しい溶岩が海岸に達しなかった場所は切り立った海食崖が続いている。1983年の測量では最高点の標高は814メートルだったが、2000年に始まった噴火によって、火口が直径約500メートル以上の範囲で陥没し、拡大したことで、現在の最高点の標高は775メートルとなっている。2007年には日本の地質100選に選定された。島名の由来はいくつかある。ことしろ主命が、三宅島に来て、付近の島々を治めたという伝説から、三宅島といった説、8世紀に、田地比政と三宅麻呂が流されたことから三宅島とした説、火山が噴火することから、小焼島に由来する説などがある。江戸時代は、流刑地で、江島生島事件の役者、生島慎五郎などの墓がある。噴火活動が盛んで、1085年以降、1154年、1469年、1535年、1595年、1643年、1712年、1763年、1811年、1835年、1874年、1940年、1962年、1983年、2000年に噴火の記録がある。最近500年間では、平均50年の間隔で13回の噴火が起き、明治時代以降だけでも5回を数える。その中でも、三宅島の火山活動で特に語られるのは、直近の2回、1983年、2000年である。1983年の噴火で、溶岩流に飲み込まれた、阿古小中学校体育館愛と1983年に発生した噴火では、10月3日12時頃から、阿古地区などの島の南部で小さな地震が感じられるようになり、13時58分に北部の三宅島測候所で火山性地震を観測。そして15時23分頃に南西山腹に生じた割れ目から噴火した。噴火が始まったのは七島展望台と次男山の間にある斜面と考えられている。噴火開始から20分後には、小火口の列が南北に伸びていった。割れ目火口から列をなして高さ100メートル以上に吹き出た溶岩は、主に河口西方にある、阿古方面、南西にある錆ヶ浜方面、南南西の続編方面の3つに分かれて流れ、阿古方面に流れた溶岩流は、約時速 1.7km で流下し、18時頃には民家を焼き、阿古地区の一部を飲み込んだ。続編方面に流れた溶岩流は、17時56分に海に到達したことが確認されている。一方、16時17分に、新御池の北西で大噴煙が上がり、16時38分には最初のマグマ水蒸気爆発が発生。17時10分頃には島の南端、新美付近で爆発が発生し、17時22分には隣の御蔵島から新御池の西方で火柱が目撃されている。その後、19時17分に新御内北西から西方にかけて激しい爆発が発生し、21時40分には新美及びその東側で最も激しい水蒸気爆発が発生。翌4日未明にかけて爆発や噴火が相次いだ。これらの一連の火山活動によって周辺に大量の岩塊や東方の坪田方面に火山礫や火山灰が降下した。溶岩の流出は4日の早朝にはほぼ止まった。住宅の埋没、焼失は約400棟。山林耕地等に被害が出たが、幸いにも人的な被害はなかった。国土地理院の測定によると、噴出物の総量は、溶岩流が5から706立方メートル、火山灰等が606立方メートル、計2000万トンであった。噴火前後に、計101回の有感地震が発生し、そのうちの最大は3日22時33分に発生した M6.2 の地震で、三宅高校では震度5を観測した。2000年の噴火で泥流にうずもれた椎鳥神社の鳥居。埋没した社殿の屋根も奥に見える。6月26日18時30分過ぎから三宅島直下で激しい群発地震が始まった。この活動は1983年の噴火直前と酷似しているとして19時33分に気象庁は噴火の恐れが高いと判断し、緊急火山情報を出した。翌27日朝までに、坪田、三池、阿古、伊ヶ谷地区の住民が島の北部に避難したが、群発地震の震源は、島の北西の海底へ移動。6月27日9時頃に、島の阿古地区の西方沖約 1km で、海面変色が海上保安庁により確認されるにとどまった。地震活動は沈静化することなく、三宅島西方海域から西北西に移動し、神津島近海に達する。7月1日16時過ぎ、一連の群発地震で最大となる M6.5 の地震が神津島近海で発生。神津島では震度6弱を記録し、死者1人、負傷者15人を出した。噴火の関心は神津島近海海底に集まるが、海底噴火は沈静化し、一方で7月に入ると、小山河口直下の地震が7月4日から再び活発化した。7月8日18時41分に、小山で小規模な水蒸気爆発が発生。灰色の少量の噴煙が島の東側に流れ、赤色の火山灰が降下した。この噴火で、小山の山頂が陥没して、直径約800メートルの巨大な陥没火口が、できていることが、翌7月9日朝になってから確認された。これは、三宅島でおよそ2500年前の八丁、原カルデラ以来のカルデラ形成となった。その後も陥没は進み、カルデラは直径 1.6km、カルデラ円からの深さは500メートルにも達した。7月14日、15日には再び水蒸気爆発が起こり、島内に大量の火山灰が降下した。8月10日の朝6時30分頃、山頂の陥没口からついにマグマ水蒸気爆発と見られる噴火が発生。黒色の噴煙は上空6000メートル以上に達した。その後の爆発は激しさを増してゆき、8月18日の大規模噴火では、噴石を伴う噴煙が上空15000メートルに達し、小規模な火災サージ、水蒸気が上空に達したことによる局地的な州雨も発生し火山弾は住宅地にも落下した。8月29日早朝の午前5時過ぎの大規模噴火では低温の火砕流が発生して、火口の北北東にある上月地区、美茂地区などを流下して海岸に達した。この低温火砕流に住民が数名飲み込まれたが、低温のため死傷者は出なかった。この噴火では6時過ぎに反対側の南西方向にある村営牧場にも火砕流が到達し、さらに雨による泥流も頻発した。小規模な噴火はその後も断続的に発生する。この間の噴出物の総量は約1100万立方メートルと推定されており、御蔵島だけでなく 100km 以上離れている八丈島でも降灰が確認されている。火山の噴火活動は18日のものをピークに収束していくが、カルデラに大きな稼働が開いたことにより今度は大量の火山ガスの放出という噴気活動が始まった。8月中旬から三宅島から離れた関東地方でも刺激臭がするという報告が入るようになるが、9月に入ってからはさらに二酸化硫黄の放出が増加し、東京都は住民の全島避難を決定した。火山ガスの放出は多い日で1日あたり5万トンにも達した。この火山ガスの放出量は世界でも類を見ない。火山ガスの放出は2004年7月20日に観測されたのを最後1日あたり1万トンを下回るようになり、翌年2月には全島避難が解除された。しかしその後も火山ガスの放出は継続し、2011年の半ばになってほぼ1日あたり1000トンを下回った。2013年1月22日を最後に、噴火活動は認められていない。ガスの放出も2016年夏以降は1日あたり数十トン以下の状態が続いている。噴火と冬眠8月18日の噴石の到来と29日の火砕流発生により、冬眠からすぐに物当該避難の要望が村議会や都庁にも多く寄せられていたが、当時の都知事、石原慎太郎と火山噴火予知連との間で避難開始判断を譲り合う場面を多くのマスコミが報道した。2000年9月2日から全島民が島外へ避難を開始した。天皇皇后両陛下は恒例だった9月の葉山、御用邸での静養を取りやめた。避難が長期化した避難指示期間中の2004年度には NHK が島の1280世帯に303万4000円分の NHK 受信料を免除した。三宅島三池地区の東北郡。2008年日本においては人為的に発生する二酸化硫黄の量が1日あたり約3000トンとされるが、観測結果からこれを目安に2005年2月1日15時をもって、全島避難指示から4年5ヶ月に及ぶ一部を除き、避難指示が解除された。5月1日から観光客の受け入れが再開され、2006年3月には天皇、美智子皇后が島民の慰労に訪れた。避難が長期間にわたったため、生活基盤を三宅島外の伊豆諸島、東京都、本州島内などに移した人々も多く、住民基本台帳によれば2007年1月時点での人口は約3800人となっていた。2010年現在では、約3000名が帰島している。数メートルの火山灰が積もったままだった小山中腹の公共牧野付近も2011年には山頂周辺を除いて立ち入りと居住の制限が解除された。2015年2月1日、帰島10周年を迎えた。6月5日、気象庁の噴火警戒レベルが1になり、火口周辺も含め立ち入り規制が解除された。伊豆半島、デタッチメント仮設東京大学地震研究所の瀬野哲三は、この噴火活動に先立ち神津島沖で地震を伴って発生したマグマの移動を本州列島に衝突する伊豆半島を乗せたプレートがストレスにより新たに船団が発生し、これが南側に断層として現れて大規模な貫入が起きたとする伊豆半島デタッチメント仮説を説いている。実際に2000年7月時点で噴火で噴出した質量よりもカルデラ形成を引き起こした地下の質量欠損が非常に大きかったと考えられており、大規模なマグマ移動が起きたことを示唆している。2000年の噴火による火山ガスや噴火による泥流によって周辺海域を含めた島の広範囲が影響を受けており、環境が激変している。かつては200種以上の野鳥がおり、バードアイランドと呼ばれ、バードウォッチングの愛好者がよく訪れていた。火山活動が比較的緩やかになったことで、これらの野鳥も回復しつつあるという。ツグミ科の赤コッコは固有種で、赤コッコ冠があり、島の象徴になっている。ジャック・モイヤーが魅了された三宅島周辺海域は、魚類などが豊富で、様々な地形を有することから、スキューバダイビングが楽しめる場所でもあり、首都圏から多くのダイバーが訪れる。島周辺には多くのダイビングポイントがあり、約600種類以上海水魚が生息している。約90種類のサンゴが生息する北限域である。長太郎地は天然の閉鎖性磯場で、ハゼやタカノハダイからウツボ、ガンガゼ、ヤドカリ、ヒトデなど、様々な海洋生物が容易に観察することができることから家族連れなどにも人気がある。一方、火山活動の影響が少なかった海域では数年間人間の活動がなかったことから伊勢海老などが豊富に住む良い環境になっている。御蔵島同様、南半島イルカの生息が確認されている。八丈島同様、三宅島でも2010年代下旬から冬季のザトウクジラの目撃が急増した。避難生活が始まる前は、漁業、農業のほか、豊かな自然を生かした観光業が盛んであった。避難解除後も、漁業生産については、金目鯛、マグロ類を中心に復活が著しい。農業については、アシタバやパッションフルーツの栽培が盛ん。観光業については、数年間島が、閉鎖状態にあったこともあり好漁場として釣り客が多数来島している。頻繁に起こる噴火活動が作り上げた独特な地形を目的に地質学者や火山学者が多く訪れる。一般観光では時期によって来島する客層が大きく異なり、釣り、ダイビング、バードウォッチング、海水浴、キャンプ、その他が客層別のピーク月となっている。泉崎灯台。1909年点灯の伊豆諸島初の灯台で、現役の灯台としては、都内最古。東京、竹芝から東海汽船の客船が1日1往復就航している。調布飛行場から三宅島空港へ、新中央航空の飛行機便が1日3往復就航している。大島、御蔵島間には、東方航空が運航するヘリコプター、東京アイランド、シャトルが毎日就航している。釣り、バードウォッチング、スキューバダイビング、ドルフィンスイム、ジオトレッキング、サイクリング、ボルダリング、クライミング。島内には、大久保浜、サビガ、浜、三池浜、大船戸、長太郎地などの海水浴場があり、それぞれ無料シャワートイレが整備されている。他に、キャンプ場や日帰り温泉施設等もある。本島の南約 18km には、御蔵島がある。人口300人ほどと小規模な離島であることから、物資や交通などの生活の多くを三宅島に依存してきた。御蔵島村営の連絡船海老根、丸の基地が置かれた阿古地区には、御蔵島会館が置かれ、御蔵関係の人々の利便を図ってきた。御蔵島の子供たちは、島内の中学校を卒業した後、三宅島内、御蔵会館の寮で生活をしながら三宅島の高校に通うなど、両島は極めて密接な関係にあった。三宅島の商店や建設業者にとっては、競合相手の少ない御蔵島は重要なマーケットであり、漁業者にも地元の漁師が少ない御蔵島周辺海域は絶好の漁場であった。1993年以降、御蔵島でのイルカウォッチングが、テレビや新聞で取り上げられ、全国的に有名になると、三宅島の人々も続々参入し、三宅島の観光の一つの柱になりつつあった。交通の便や収容量をイルカウォッチングに使う漁船の大きさで優位に立つ、三宅島側に対し、御蔵島側は、商用利用と自然保護の間で慣れない舵取りを迫られた。しかし、2000年の噴火で状況は一変した。三宅島との連絡船をはじめとする既存の交通体系を失った御蔵島へ、代替として、本州東側の東京都地域からの船便が大幅増便され、やがて毎日就航にまでに拡大された。この間に宿泊施設を拡充させた御蔵島は、東京都庁と共同でエコツーリズムの推進を打ち出し、イルカなど動植物の保護と観光を一体化する政策を実現させ、御蔵島の名前を全国区に押し上げることに成功する。こうした施策の成功で、三宅島の島民帰島後も、御蔵島への船便はそのまま維持された。船便の御蔵島就航継続に加え、三宅島と本州を結ぶ航空便の利便性が一時大幅に低下したため、三宅島は御蔵島への物資、交通の中継地という役割を大きく失うこととなった。現在は三宅村と御蔵島村とがイルカウォッチングに関する協定を結び、両党が協定ルールに基づきイルカウォッチングを行っている。行政面は噴火の前、ごともに一貫して変わっておらず、都の出先機関は御蔵島も含め、三宅市長であり、御蔵島駐在所は、三宅島警察署の管轄である。建設業の主力も引き続き、三宅市本である。2000年に発生した火山の噴火による災害の復興策として、主に観光客誘致などを目的として、イギリスのマン島で行われている、マン島 TT レースを参考に、当時東京都知事であった、石原慎太郎が、オートバイレースの開催を提唱し、2007年11月16日から11月18日にチャレンジ、三宅島モーターサイクルフェスティバルが開催された。当初の石原の構想では、島を一周する全長約 30km の都道212号線で、公道レースを実施するというものであった。しかし、火山ガスの噴出が続く島での開催には、安全面からの不安が指摘され、日本の主要オートバイメーカーが軒並み協賛を見送るなどの結果、当初の構想からは規模が縮小し、これは当時の石原都政への批判材料ともなった。結局、レーシングマシンの走行は、阿古地区の 2.5km 周回コースでの時速 70km の速度制限付きとなった。パレードやラリーでは、島全周が公式レースである。ドラッグレースでは閉鎖中の飛行場が使われた。開催当時も火山ガスが噴出する地域があるなど、観光客誘致の起爆剤となるかどうかは未知数とされているが、第2回が2008年10月17日から10月19日に、第3回が2009年10月24日、10月25日に開催された。第4回にあたる2010年は、ウェライド、三宅島と命名され、11月6日と11月7日の2日間で行われた。この回は三福中央に設置されたオフロードコースで行われたエンデューロレースなどが実施されたが、島を一周するパレードやラリーは行われなかった。現地を視察した石原はこのエンデューロレースを成功と強調し、参加者からの肯定的な意見も寄せられているが、三宅島の復興や観光振興への寄与という目的の達成度はまだ不明確で、海外の有名レーサーの参加による国際的なレースの開催も実現されないままである。ウェライド、三宅島はその後毎年開催されており、エンデューロレースの他にも、サイクリングイベント、ヒルクライム、親子サマーキャンプなど一連のイベントの総称となっている。三宅島商工会女性部の発案により2011年から、始まった。三宅島レディースランという名称で 10km のほか 5km と 3km の部があった。レディースランと銘打っているが 3km の部に限り男性も参加可能で、女性は全部門において島外からも参加可能だった。当初は盛況でエンデューローレースに続く島の起爆剤として期待されていたが、島外からの参加者が思いのほか少なく、2015年の第5回をもって終了した。ありがとうございます。